はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は地下鉄東京メトロ東西線の行徳駅に来ております。この駅からの配信多分初めてだと思います。本日は珍しく東西線の動画になりますが、東西線を走る車両ですね、05系や15000系などいろんな車両がありますけれども、今回はですね、ある編成にヘッドマークがついたということで、その電車がこの後来る予定なんで見ていきましょう。来ました。すごいですね。もう20年なんですね、この車両。
はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。今 E231系行ったばっかりなのにもう次の電車来ますね。快速ですかね。たまには東西線もいいですよね。いつも常磐線なんで。あ、なんかなんだこれ、東洋高速鉄道線の車両ですかねこれ。この路線もいろんな車両来るから面白いですよね。その快速に乗ればさっきのヘッドバンクの車両をですねまた見ることできますので乗っちゃいます。駆け込み乗車はおやめください。